ます。こんにちは、スーサシャネル、アンナとレンとカズです。よろしくお願いします。本日も皆様にミャンマーのニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。SIM カードを登録しないとダメですよと言われましたよね。皆さんもこの SIM カードの期限が終わりましたね。登録期間が、なので登録してない SIM カードは使えないことにしました。その SIM カードの中に電話代とかは入ってますね。それを全部含めたら、ミャンマーチャット155ビリアンかな。マジ？すごい。そうです。何、各会社にさ戻されるの、そのお金は。通信証が全部もらいましたね。それを今なんかウイルスのため、はい、全部ドネーションしました。へえ、すごい。はい、SIM カードは全部含めで37ミリアンかな。 SIM カードの数は、うん、全部登録してない数は、それを全部含めたら今155ビリアンがあってて、これを全部ウイルスのために使います、なんか使ってくださいというドネーションを、この通信証がドネーションしましたって。すごいね。結構外国人の分とか多そうだね。ありそう、帰っちゃった人とかがね。そうそう、で帰っちゃってそのことも知らずにそのまんまっていう人、そうですね、はい。すごい、でも気分したんだね。そう、なのでみんながね、ああそういうこともあるんですよね。昔の政府だとそういうなんか全然発表とか、例えば全然発表もなしでしたね。どのぐらいはありましたとか、どのぐらいは何に使いましたとか、全然発表したいね。今の政府だと、例えば自分の証が通信証とか保険証とか全部なんか使ってるお金とか、どのぐらいもらってどのぐらいは使ってますよとちゃんと発表してますね。で、自分は大事だね。はい、自分は大事だ。日本人が手術するってなって、はい、手が足りないんだって。ああ、そうですか。血を分けてくださいっていうのにたくさんの日本人が集まったっていう、ほっこりする話があって、大型の人の血が欲しいってなって、でその手術をすぐやんなきゃいけないからっていうので、日本人から、はい、ミャンマー人はほら、はい、肝炎とかの人が多いからさ、スクリーニングするのに時間かかっちゃうから、まあまだ日本人の方が健康かなってことで日本人集めたんだけど、ね、呼びかけて10分でね20人集まったのさ。わあ、すごいね、すごいね。そう、そう、私はね残念ながら大型じゃないんでね、何もできずにただ SNS 眺めてるだけだったけど。僕も A 型だからね。感動しました。はい、10分で20人が集まってて、まあ、外国でね、そういう日本人がそういう時にみんなが、いやでもね、綺麗な話だけで終わっちゃうとそれは違うかなって思ってて、カズさん的にはね、万が一なんかこういうことになったら皆さん気をつけないと本当に死にますよってことをちゃんと自覚してほしいんですよね。ミャンマーの医療は本当にやばいよっていうのは日本人はちょっと考えないといけないんじゃないかなって思って悶々としてました。まさにあゆ病院か、めちゃめちゃ有名な病院なのに。そうですよ、あゆ病院はね、看護師友達とか働きたことがありますけど、あんまりいいイメージではないんです。私は働きたくないんですけど、ね。まあ、でも私は個人的にはそのミャンマーの医療体制がどうのこうのももちろんあると思うんですけど、やっぱり日本集まったっていうのは状況に素晴らしいと思いますけどね。あ、それはね、それはそれで、ね、残ってる日本人がただでさえ少ない中で、ちょっとの、しかも大型限定ですよね、今回はね。なので、その中で集まるっていうことがまず素晴らしいと。まあ、でもいいことだと思う。もし、そういう心がないと海外だと寂しいじゃないですか。ね、助け合いは大事。健康に行きましょう、ちゃんと、ね、改めて、はい。まあ、でもそんなこと言ってても私はね、朝事故になるかもしれないし、まあね、そうね、だからね、ちゃんと日頃から自分で管理する、自分の体調をしっかり守るっていうのと、あとは何かあったらすぐにね、連絡取れる人をちゃんと見つけておくっていうのは大事ですね。そうですね、はい、そうですね。私はリンコ食べてもらうんですよ。うん。はい、はい、いつでもです。アンナにも電話してあげて。
私あまりわかりませんから、ちゃんと運んでくれるかな。今日の朝ね、私お父さんに電話しましたね。お父さんはドアナの方はね、放水道いました。雨が多かったから。ドアナそうウサソのところ。ドアナスタディアね。エアワティセンターか。あ、見ました。それもフェイスブックで。何それ？見てないや。膝ぐらい。え？水が。そう。治療センターでしょ。そうそうそう、膝くらいね、なんか水がそれ見てて、あなびっくりしました。マジか。そう、大変と思うね。アンナ、それをさ、お父さんは何教えてくれるの、そういうの。そう、今日の朝はね、私がお父さんに談話するからね。お父さんバゴでしょ。バゴですけど、ニュースは毎日見るからね。あ、お父さんが代わりにニュース見てくれてるの。そう、ね、アンナの代わりに。あ、私とハンナはヤンゴンに住んでいるから、ヤンゴンのニュースはお父さんはすごいと思いました。あ、そうなんだ。はい、じゃあ今度お父さんにニュースを送ってもらおう。山津のお父さんお母さんよくある。私のお母さんも実家にいるときはね、毎日電話してますよ。マジ？なんかそうそう、心配がある。ヤンゴンの名の町に行動がありましたよとか。ああ、そうそう、はい、私たちより知ってる。そう、毎日見てて気をつけてね、本当に気をつけてね。なんか大体仕事に帰るときに大丈夫とか。ああ、そう、愛されてるじゃん。ありがたいですね。ありがたいね。そうですね。そんな連絡一回も来たことないな。山津の彼女探したらね、なんで毎日多分連絡すると思う。それはいいね。何してますか、今どこですか、ご飯食べましたか、もう寝ますかとか。ちょっと疲れる。今何をするのとか、ね、全部教えなきゃいけないの。そ, そ, そう、えぇ、ー、それ嫌だな。そうなりますよね。それしなくてもダメ、しないとダメ。それしないと怒るよ。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、アンナとブレンドとカズでした。また最近あんまり運が良くなくて、いい天気だなと思って外に洗濯物干してたらびちゃびちゃになって。そう、帰ってきたらびちょびちょで、なんで乾いてないのかなと思ったら雨の匂いがすごい。もうちょっとですね、10月ね、はい、ちょっとできっと洗濯物を乾く日が。ずっと乾いてないみたいに言うじゃないですか。イメージすごい悪い、洗濯物顔が回しなくて。ちょっと乾いてないみたいに言うじゃないですか。やだ、カズさんずっとなんかビチャビチャしてる。やだ。やだ、すごいやだ。イメージが悪すぎる。あの人すごいジメジメしてるとか言われる。たくさんの周りだとちょっと湿度が高い。